ニフコグループ会長、小笠原俊明。左は、娘の小笠原幸子、小笠原俊明は、日本の実業家、投資家。マジックテープ販売の成功をきっかけに、ファスナー製造のニフコを設立。同会長、ジャパンタイムス会長、熱海ゴルフ代表取締役を務めた。アルバイト先だったイギリス企業、スティールブラザースの日本代理店。 日英物産を1953年に設立。リーダーズダイジェスト誌で、スイスのメンファスナーを知り、日本での製造、販売権を得て、マジックテープと命名して発売。これがヒットし、その権利をクられに売却して、巨額の資金を得る。政治家を目指して渡米し、1966年に、プリンストン大学のウッドロー・ウィルソン公共、国際問題大学院を卒業後、帰国。 1967年にアメリカの ITW 社と共同で同社の特許商品である工業用ファスナーを日本で製造・販売することを目的に日本工業ファスナー株式会社を設立し、後に日コと称号を改め日英物産と合併。2001年から会長職、元外務官僚の福島慎太郎から1983年に ジャパンタイムズを譲り受けることになり、社長に就任後、1985年より会長職。1986年には自らを理事長、親族を理事とする、公益財団法人小笠原科学技術振興、財団を設立。1992年に、公益社団法人ユナイテッドワールドカレッジ日本、協会理事就任。1995年には、 インターフムの会長となる。1996年に高級ベッドメーカー、シモンズを買収。主に、アメリカと関係する多くの団体に関わっており、外務省の日米文化教育交流会議の委員、全米日米協会連合、経団連、経済同友会、ロサンゼルスフィルハーモニック、財団法人日本オペラブリ会、公益財団法人 YFU 日本国際、交流財団、 財団法人アメリカ研究振興会、社団法人国際経済政策調査会の、各理事、一般財団法人英語教育協議会の理事長、日本グローバルインフラストラクチャー研究財団、財団法人日本国際協力システムの、各幹事、イヤー日本国際広告協会、ジャパンリターンプログラムの会長、東京フィルハーモニー交響楽団、公益財団法人、 ソニー音楽財団の各評議員、公益財団法人社会教育協会、ユースシアタージャパンの各顧問のほか、国際交流基金日米センターの下委員、セダーズ市内メディカルセンター、南カリフォルニア大学の各理事、バンクオブアメリカ、エーボン、ナイキ、ゼネラルエレクトリック、プルデンシャル、ルーカス・ワリティの各相談役などに携わった。 キリスト教系道徳細部総運動から発展したイニシアティブス・オブ・チェンジの副会長も務めた。2008年にニフコグループの会長から名誉会長に退き、それと同時に住所を東京都港区から香港に移した。住所を香港に残したまま、2010年にニフコグループ会長に復帰し、最高責任者となる。2014年、実際の生活拠点が日本にあるにもかかわらず、 配当や報酬などを日本で税務申告していなかったことが、租税回避に当たるとして、東京国税局から10億円の脱税を指摘された、代表取締役及び役員の移動に関する、お知らせ、二ふ子平成22年5月10日、小笠原俊明さん死去ジャパンタイムズ名誉会長、朝日新聞、httpww.a 朝日 .com アーティクルズ、オスド 553TMJD ゴウルファレー 28HTML2016 年12月5日閲覧。ジャパンタイムズにフコグループ、小笠原敏明会長放送日12月5日、BS ジャパン、直撃。トップの決断紹介、長老の知恵、週刊東洋経済、2008年4月12日号、1年発起。 小笠原俊明二福社長日経トップリーダー2001ヘレイ1号小野寺優二福社長自動車用にとどまらず工業用ファスナーを軸として切り口増やしたい東洋経済2010年4月26日ワック日本経団連トラスティス俊明オゴッサーラスックハット俊明小笠原ブルームバーグビスネスウィークハット IC 役員名簿 AB 二福会長香港移住で 税回避、国税指摘読売新聞2014年5月24日、ユーロングフォーリーインベスターズ、レジデンスセンター、越流実業講師に不幸、79歳の小笠原元社長が、会長に、現役復帰レスポンス、2010年5月10日に不幸、役員の状況 IR バンク。ありがとうございます。